もう観念しな。野球ちゃん、あらあら、いつも冷静な野球さんが顔を真っ赤にしてら。さあかかってきな。バカな。そっちはババでしょ。では罰ゲームといきますかね。待て、ま、何言ってるんだ。これはチーム戦だ。いや、しかしもこけしもないよ。キバリ、では野球にも。痛い。キバリ、勝負は非常なんだよ。なあ、とこんなものが。負け続きだからって卑怯だぞ。あなたたち静かにしなさい。他の乗客の方に迷惑です。ごめんなさい。ちょっとはしゃぎすぎちゃったね。あ、海の匂いがする。それじゃあたいは若い子の香りを嗅ごうか。ちょっとカツネ、セクハラ。いやいや、とてもいい香りだよ。だったらひばりも嗅ぐ。ひばりちゃんまで、もうやめて。あなたたち静かにしなさいって言ってるでしょ。私としたことが、ごめんなさい。こんな時に、どうして。こんな時だからこそだ。案ずるな、仇すでに殲滅せり。姿を見せてください。私たちを、我は大道寺半蔵の忍びなり。大道寺先輩、ありがとうございます。うぬらに組みす。え、それじゃ。真の力を身につけし時、総じて語らん。いよいよ恒例の水着チェックの時間だよ。おお、野球はピッだからなんだ。ちょっとね、それじゃあ変態さんだよ。ダメダメ、そいつは反則だ。キャッホー、さすがスタイルバッ。もうバカなことをやっているのではありません。おー、シックに決めてくれる。さすがクラス委員、さすがだよ。お水、お待たせしました。ひらひらにピンクのドット、そしてフリル。さすがヒバリ、わかってらっしゃる。わかった。今行く。
ひばりちゃん、更衣室の鍵を任せるね。うん、任せて。ひばりにだってそれくらいはできるから。よし、それじゃあまだまだ泳ぐぞ。そりゃそりゃ夢中になってる、夢中になってる。この隙に鍵を。楽しかったね。ひばりちゃん、更衣室の鍵ちょうだい。うん。あれ？あれれれれ、鍵がないよ。なんでさっきまでちゃんとここに置いておいたのに。あれどうしたの？あったの？違う、砂浜の向こうで私たちの制服とかパンツが売られてる。着替えは取り返したけど、ひばりがちゃんと鍵を持っていたらこんなことにはならなかったのに。みんなは気にしないでいいって許してくれた。でもその優しさに甘えてていいのかな。くん、当てが外れたわ。ひばりがみんなからケッチョンケッチョンに怒られると思ってたのに。まあいいわ、やっぱり誰かに任せるのはダメね。ひばりは私の手でいじめるに限るわ。パフェもう一つちょうだい。
すみません、またおかわりを。なんなの？半蔵の忍び学生だな。こんなところで仕掛けてくるなんて。バカめ。ひばり、大丈夫か？野球ちゃん？うん。いつ来たの？いつだって来るさ。ひばりがピンチなら。ひばり、どっついてこないで。ひばり一人で。え？ううん。一人でちゃんとやれたよ。それなのに、どうせ、ひばりは。そういうバカにしないで。この植物知ってる。こんなことでくじけちゃダメだ。ひばり、いいかひばり。水遁の術は覚えておいて損がない。俺は。死ぬってオーバーだよ。どんなに忍びの修行をして強くなっても。呼吸系の攻撃を食らえば、水遁の術は水の中に潜るだけの技術じゃない。土の中に埋め、竹筒はいつも持っておけ。危ないと思ったらすぐに加えるんだ。私、あら、ヨミさん、最近お野菜の値段。言われてみれば。私、金持ち御用達の野菜がね。ほう。でも低価格で庶民の味方のもやしまで。さあ、ちょっとマジ聞いとるよ。あなた、半蔵の忍びね。やるわね。よし、あんなのどうってこと。でもこれだけの人数を相手にして生きて帰れると思う？やるよ。ひばりは生きて帰ってみせるよ。あんたがひばり？ひばりのことを知っているの？ええ、思っていたよりかはしっかり者さんみたい。しっかり者さんってバカにしないで。
借りなんかしてないわよ。ただバカだって思っているだけ。え？ごめんごめん、しっかり者じゃなかったわね。うっかり者の言い間違いだったわ。どういう意味？エビジョの本拠地がそんな簡単に見つかるわけないでしょ、このうっかり者さん。え？ここ本拠地じゃないの？ここは忍びの訓練場、そしてあなたみたいな忍びを捕まえるネズミ捕りでもあるの。それじゃあひばりは？そう、罠にかかって誘い出されたってわけ。そんな。さて、ここであなたを殴り殺したら、あのヤギウって子はどんな顔するかしら。大好きなあなたを殺した私をそれでも無視していられるかしら。とっても楽しみ。ひばりは簡単にやられたりしないもん。元気があっていいわ。だったらどこまでやれるか見せてもらうわよ。ひばり、正義のために舞い忍んじゃう。
印を残してくれたからだ。さあ逃げるぞ。動けるか。そんなことはない。いつでも俺を頼ればいい。ひばりが呼べば俺はいつでも駆けつける。や、柳生ちゃんどうしたの？さっきのやつの銃弾が当たった。でも心配するな。かすり傷だ。嘘でしょ？柳生ちゃん嫌だよ。しっかりして。大丈夫、柳生ちゃんは絶対に。ああそうだ。柳生は？手術は無事成功しました。あれはちょっと用事があるか。え、どうして？買い物があるだけだから。大丈夫、すぐに戻るから。ひばり、何をしている？柳生の仇でも討とうというのか？お前には無理だ。無理でもやるんです。柳生ちゃんもみんなもひばりのことは許してくれるかもしれません。でもそれじゃあ超秘伝忍法書を手、今のお前の強さじゃ返り討ちに遭うだけだ。しかし超秘伝忍法書があれば、俺も超秘伝忍法書のありかは知る。手がかりで。それは不調だ。ひばり、超秘伝忍法書を探してみろ。柳生の敵を討つのならそれしか手はない。秘伝忍法
交渉。よし、合格だ。キリア先生、これをヒバリが使ってもいいんですか？これは俺が調べた。ヒバリ、お前が行くんだ。そしてダメな。はい。かわいそうにひばりちゃん、このキリア。ここがヘビジュの本拠地。隠れ結界。ヘビ女子学園にようこそ。あ、この間の人。また会えたわね、かわいいお人形さん。ひばりはお人形じゃないもん。元気がいいわね。それは超秘伝忍法書なんて切り札を持っているから。どうしてそのことを。あなたの先生が教えてくれたの。ひばり、よくやった。さあ、超秘伝忍法書を渡せ。まさか傀儡。ひばりはバカだからな。俺の言うことならすぐに信じると思っていたぞ。しかし、こんなにあっさりと騙されるなんて、あなた本当に忍びには向いてないわ。どういうことなの。超秘伝忍法書の場所に関しては不調って手がかりだけは掴んでいたのよ。でもそこから先が分からなくてね。だったらあなたたちに探させればいいって思ったの。許さない。キリア先生の姿を使って騙すなんて絶対に許さない。許せなかったらどうするの。あなたに何ができるっていうのよ。ヒバリにはこれがある。超秘伝忍法書。ふーん、それを使って一人で戦うつもり。そうだよ、超秘伝忍法書さえあればあなたなんかに絶対負けない。そうかしらね。だったらやってみたら。どうなったって知らないんだから。何か書いてあった。なんで、どうして、何も書いてないの。超秘伝忍法書はあなた程度の忍びが使えるものじゃないのよ。そんな。それは私たちヘビ女が持ってこそ価値があるもの。さあ、超秘伝忍法書を渡しなさい。本当に話のわからない子ね。頼みの超秘伝忍法書が役に立たなくて一体どうするつもりなのよ。ひばりは自分の力で戦う。超秘伝忍法書がなくたってあなたたちなんかに負けない。ヤギオちゃんの敵を討つんだ。みんなに今までの恩を返すんだ。いい顔をしてる。やっぱりあなたいいわ。絶対に私のお人形にしてみせる。いざ尋常に舞い切れ。
ちゃいよ。決着。すごいでしょ。あなた、けなげに努力しているのね。強くなってて驚いたわ。でも、まだまだ甘いけどね。私の目的はこっち。別に戦いに勝つのはどうでもいいし。ずるい?失礼ね。これが忍びってものよ。そんな、ひばりまたやっちゃった。学校の宝の超秘伝忍法書を取られちゃった。さて、それじゃどうしようかしら。人形でも何でも好きにすればいいよ。ひばり、みんなに合わせる顔がないから、もう生きてたって仕方がないよ。そうね。それじゃお言葉に甘えて、私のお人形になってもらいましょうか。みんな、本当にごめんね。